流れる雲を見ながら俺はいつも思っていた。どこかへ歩き出さなければならないと。このままだと同じ場所で同じ空を見上げているだけだと。これはそんな始まりの物語。誰に断ってここで商売やってんだ。いや、でも。え？俺たちに盾つく気か？まあ、売り上げの半分よこしゃ、勘弁してやるぜ。そんな。お前らこそ誰に断ってふざけた真似してんだ？なんだ？元気のいい兄ちゃんだな。目見てもう一遍言ってみな。ふざけた真似すんなっつってんだよ、金輪際な。黙って消えりゃ見逃してやってもいいぜ。そりゃこっちのセリフだ。ユーリ、ほらユーリ、養蚕か。ユーリ。じいさん。おい、行くぞ。何をやっとるんじゃ。ちょっと気に食わねえ奴らだったんだよ。ありがとうございました。ああ、行って、また奴らが来たら俺にいいな。はい、よかったらこのリンゴどうぞ。ありがとな。じいさんも食うか。いいから、行くぞ。わかったよ。そこに座れ。なんだよじいさん、説教かよ。まったく血の気の多いやつじゃな。喧嘩したくてしたわけじゃねえよ。そうかもしれんが、お前だってこのままじゃただのチンピラだぞ。悪かったな。いつまでもフラフラしとらんで真面目に働け。わかってるよ、俺だっていろいろ考えてんだよ。嘘つき。本当だって。じゃあ何をどう考えてんだ。さあな、いくらハンクス爺さんでも言えねえよ。いいから言ってみろ。俺はこの下町のために何かしたいんだ。でこの間ちょうど騎士団の募集の張り紙を見て応募しちまった。で何？お前が騎士だ。悪いかよ。まあそれもいいかもしれんな。わしら下町の人間からしてみれば騎士団は敵にも等しい。じゃが全ての騎士が下町を虐げる存在でもあるまい。お前が騎士になって下町を守る、そういう道もあるじゃろうて。じいさん、ただ心配なのはお前に務まるかどうかじゃ。集団生活に適応できるとも思えんし、規律正しい生活を送れるわけはないし、何より試験に合格するとも思えんし。してやるよ。試験に合格して一人前の騎士になってこの下町に戻ってきてやる。それではこれより第一次試験を開始する。受験番号を呼ばれた者は速やかに前に出て整列するように。まずは1番から30番。はいはいはい。俺の番が来るまでどんだけ時間かかんだよ。すみません、大丈夫ですか。お前こそ大丈夫か。はい。顔色悪いぜ。緊張してよく眠れなかったもので。ふん、随分と落ち着いてらっしゃいますね。帝都の方ですか。ああ、
僕は、帝都に来るのも初めてで。あ！なんだよ。受験番号、99番なんですね。僕、97番です。それが、どうした？番号、近いですね。それだけかよ。よろしくお願いします。お互い頑張りましょう。僕、ルシオ・モントレーと言います。あ、よろしくな。俺は、ユーリ。え？彼の名前は、ユーリ・ローウェルだよ。え？久しぶりだね。フレン。お前フレンか？お知り合いなんですか？ああ、まあな。ガキの頃以来だ。ちっとも変わってないな、ユーリ。あ？その、短期で飽きっぽいところがだよ。お前も相変わらずだな、その陰険なとこ。あの、こんなところで喧嘩は。してねえよ。そうですか。まさか君が、騎士団の試験会場にいるとは。本気かい？ちゃんと俺なりに考えて受験したんだよ。本当か？当たり前だろうが。騎士団というのは、礼節と規律を重んじるところだ。わかってるのかい？わかってるよ。君が騎士団に入るなんて考えられない。そんな態度じゃ、合格するのも難しいだろうし。難しい？騎士団の試験の倍率は結構高いんだ。え？今回も書類選考に通った受験者が、100人近く来ていますが、採用は30人程度だそうです。だから、無理に試験を受けることは。やってやる。え？絶対合格してやら！そうやって、すぐ向きになるところも変わってないな。うるせえ！よかった。あ、よろしくお願いします。フレン。シーフォだ。よろしく。ああ、フレンさん、受験番号98番なんですね。98？ ユーリさんが99だから。俺、フレンの次かよ！せいぜい頑張るんだな。へえ、お前余裕だな。この日のために準備はしてきたからね。君と違って。いちいち頭に来るやつだぜ。みんな合格するといいですね。一次試験は体力テストらしいですよ。100人近くの応募者が、ここで半分に絞られるそうです。二次が県の実技で、三次試験と最終面接で合否が決まるとか。詳しいな、お前。僕も、自分なりに準備してきましたから。絶対に合格して帰りたいんです。両親や弟たちも期待してますし。そうか。一緒に合格するといいね。はい。次の組、整列！よーい！走れ！いよいよ三次試験ですね。みんな受かってよかったです。それにしてもなんだここ。騎士団の訓練場らしい。小さな闘技場のようですね。帝都の近くにこんなところがあったのか。整列！全体前へ！三次試験開始までそのまま待機。ああ。99番、姿勢を崩すな。はいはい、わかったよ。99番、返事は簡潔に。いちいちうるせえな。99番、態度が悪いと失格にするぞ。あの野郎、俺ばっか。ユーリさん、我慢してください。せっかく二次試験まで受かったのに。
2時まで受かってもこんなことに耐えられないようじゃ、やっぱり騎士団に入るのはやめた方がいいんじゃないか。ご親切にどうも。ユーリさんもフレンさんも体力テストも剣の実技もすごかったです。お二人とも強いんですね。まあ下町じゃ俺に勝てるやつはまずいねえな。下町のチンピラ相手に喧嘩ばかりしてたんだろう。あ、図星のようだね。それにしてもこんなところで何の試験をするんでしょうね。お前も知らねえのか。故郷の知り合いも騎士団の入団試験を受けたんですけど、2次で不合格になったので。あの魔物は？三次試験は二人一組で実際に魔物を倒してもらう。剣は用意してある。受験者は所定時間内で魔物を倒すように。ああ、面白いじゃねえか。ユーリさん、フレンさん、魔物倒したことあるんですか？ねえよ。僕もまだない。僕もです。まさかこんな試験があるなんて。制服着てかしこまってるだけが騎士じゃないってことだな。だが相手は魔物だ。確実に急所を攻めないとこっちがやられる。え？では次の組、95番と97番。僕の番だ。落ち着いて相手の動きをよく見るんだ。ビビってると舐められっぞ。はい。ここまで来たんだ。一緒に合格しよう。あ、はい。97番、早く位置につけ。あ、はい。ああ、すっかり腰が引けてんな。無理もない。いつもは結界の中にいて、魔物と接触することなどないんだからな。準備はいいか？それでは、魔物を放す。ルシオはすっかり動揺している。一緒の受験者もだ。おい、二人ともしっかり剣を握れ。魔物がルシオに向かっていくぞ。あいつ、今までとやられんぞ。ユーリ、何する気だ。よせ。ルシオ、剣よせ。ユーリさん、早くしろ。はい。99番、何をしている。試験の邪魔をするな。せめ。一発で魔物を。大丈夫か？はい、すみません。何をやってるんだ。見りゃわかんだろ。どうして他の受験者の試験に割り込む。いくら試験だからって魔物に殺されちまったら元も子もねえだろうが。それはこちらでも配慮している。万が一の場合には魔物を捕らえる網を投げるか、係員が魔物を抑えることになっているんだ。え？そうだったんですか。もういい。99番は下がれ。やり直した。あ、はい。ああ、終わり。先走っちまってすまなかったな。いいえ、これで落ち着いて試験ができます。おう、頑張れよ。やあ。やったな、ルシオ。さあ、次は僕たちの番だ。え？僕たち？あ、俺お前と一緒の組かよ。勝手に突っ走るなよ。うるせえ。よし、次の組。はい。よし。ああ、99番はもういい。え？君は失格だ。何？失格？マジかよ。合格してやるってハンクス爺さんに宣言してきたのに、なんて言やいいんだよ。
あんくち、くしょう残念だったな。まあ、仕方ねえか。むしろお前と一緒に騎士団に入んなくてほっとしたぜ。ユーリさん。じゃあな、ルシオ。君、待ちたまえ。ああ。帰ることはない。モリス教官、何でしょう。99番を失格にするというのは誰が決めたのかね。あ、私の判断です。君は試験の進行係で試験官ではなかったはずだが。彼は試験を妨害しましたので。あれは妨害ではないだろう。はい、その通りです。ルシオ、ユーリさんは試験を妨害したわけではありません。僕を助けてくれたんです。いや、ですが彼は魔物を倒した、試験に合格したと見て良いのではないかな。教官がそうおっしゃるのでしたら。君、そういうことだ。最後の面接を受けていきなさい。マジかよ。貴様、教官に何という口の聞き方を。まあ今日のところはいいだろう。まだ騎士団の団員ではないからな。99番、教官がせっかくこうおっしゃってくださってるんだ。面接を受けていくように。からもっと態度変えやがって。何？ありがとうございます。お前、面接受けますよね。僕のせいでユーリさんが試験に落ちたら。僕は君のせいじゃないよ。でも、あ、もちろん受けるよ、面接。ユーリさん、ではまた面接会場で。はい。次の受験者を入れていいでしょうか。よし、入れ。失礼します。番号と名前。98番フレンシーフォです。座りたまえ。はい。フレンシーフォ、君の志望動機は。はい、人々を守り戦うことに自分の存在意義と意味を感じたからです。なるほど。君は全ての試験で優秀な成績を収めているようだな。ありがとうございます。配属先の希望はあるかね。特にはありませんが、はじめは小さな隊で自分を磨き、力を試したいと思っています。わかった。退席してよし。はい。ありがとうございました。失礼します。では次の受験者。番号と名前。99番ユーリ・ローウェル。座りたまえ。あ、さっきの。こちらの質問に答える以外は発言しなくてよい。座れ。はーい。ユーリ・ローウェル、君はどうして騎士団に応募したのかね。まあ、成り行きで。成り行き？じい、あ、いや、知り合いにちゃんと働けと言われて。なるほど。もし騎士団に入団できたとしたら、やっていく自信はあるかね。さあ、わかりません。わからない。知り合いには集団生活に適応できるとは思えない、規律正しい生活が送れるとは思えないと言われたんで。何？それなのに騎士団に入ろうと思ったのはどうしてなのかね。騎士団に入ったら何かを変えられるかと思って。何を変えると？俺たちが住むこの、あ、うまく言えねえな。よろしい、わかった。では騎士団に入ったとしたら配属先に希望はあるかね。いや、特に。ではモーリス教官、もういいでしょう。そうですな。退席してよし。はーい。
以上で全ての試験が終了しましたな。毎年毎年面倒なことだ。試験に合格して面接した者がちょうど30名。今年の採用予定者数とほぼ同数ですが、さっきの99番、あれはどうでしょう。騎士団の団員としてはいささか問題があるかと。確かにな。私は良いのではないかと思いますがね。モリス教官、それはどうして？態度は確かに良くないですが、あの魔物との実技試験、彼は他の受験者を助けようとした。それこそ騎士の精神ではないかと思うのですが。そうでしょうか。明日勇気ある行動はなかなか取れるものではありません。ですが、あのようなものを採用するのは。彼にふさわしい配属先があります。ふさわしい？シゾンタニアではどうでしょう。シゾンタニア？確か。フェドロックの隊です。グレイさん！やあ、ルシオ！フレンさんも合格されたんですね。また会えて嬉しいよ。フレンさん、騎士団の制服よく似合ってますね。ありがとう。ユーリさんは？さあ、来てないようだけど。まさかユーリさんだけ。仕方ない、彼には向いていなかったんだよ。そもそも騎士団の試験を受けたのが間違いだったわけで。悪かったな。ユーリさん。ユーリ、まさか君も。合格おめでとうございます。おう。信じられない。なんだと？たとえ合格したとしても君に務まるとは。やってみなきゃわかんねえだろうが。あ、入団式始まりますよ。どうしてユーリがここに。お前しつけえぞ。ユーリさん、クレイさん、早く。あー、制服ってきつ。早く脱ぎて。ユーリ、ボタンはちゃんと止めろ。式が始まったらな。いいから今止めろ。いちいち細けえよ。何か嫌な予感がする。以上はありませんでした。それでは交代よろしくお願いいたします。はあ、夜勤は答えるわね。やっと朝ごはんにありつける。眠い。お腹すいた。食べたらシャワー浴びて速攻寝よう。いつかシャステル。あ、副隊長お疲れ様です。こっち空いてるぞ。ありがとう。夜勤お疲れ。いえ、大丈夫です。そういや聞いたか。何を？うちの部隊にもやっと新人騎士が配属されてくるってよ。本当？去年も一昨年も新人が入ってこなかったから今年もいないかと思ってたんだけど。しかも二人。やっと後輩ができる。二人もね。楽しみだな。本当、どんな子たちなのかな。やっぱりういういしいんだろうな。私たちもそうだったもんね。そうだったっけ？エルヴィン、何か。あ、いやいや、あ、そうだ、隊長が新人の指導はヒスカとシャステリに任せるかと言ってたぞ。本当？やった。二人ともこの町の出身だろ。だから町を案内したりするのにも適してるし。先輩先輩って慕ってもらえるように頑張らなくちゃね。きっと最初は緊張しっぱなしだろうから、私たちが気持ちをほぐしたり優しく教えてあげないと。ですよね。優しくね。何か。あ、いやいや、かわいいタイプかな、それともかっこいいタイプかな。すごくこちかったりして。すごくひ弱でさ、叱ったらすぐに泣き出しちゃったりするかもね。それは手がかかるね。でもまあ、素直で真面目だったらどんな新人でもいいけどね。普通新人は素直で真面目でしょ。そっか。二人とも勝手なこと言ってますけど、副隊長、何か隊長から聞いてないんですか。一人はかなり気ままな性格で、
もう一人は真面目でしっかり者らしい。やんちゃ坊主と優等生ですか。タイプが違う二人か。その二人から私たち先輩って呼ばれるのかな。シャスティル先輩。あ、いい。お姉様とか呼ばしたりして。ヒスカお姉様。ちょっと違うか。早く来ないかな。待ち遠しい。二人とも盛り上がってますけど。まあ赴任してくるまでは自由に想像するのもいいだろう。よしよし、お疲れ。僕も疲れた。何げっそりしてんだよ。君のせいだ。俺なんかした？何かした？赴任先へ向かうのに旅行気分で寄り道をしようとしたり、長い休憩を取ったり、かといえば気分が乗ると急に馬を走らせたり。お前いちいち気にしすぎ。何？ここがシゾンタニアか。こじんまりとしたとこだな。なんか面白いもんとかうまいもんとかあっかな。そんなことより駐屯地に行くのが先だ。どこにあるんだ？シゾンタニア内の地図はもらってない。町の人に聞いてみよう。これも馬車に積んでいいか？ああ頼むよ。ワインか。シゾンタニアでは良質のブドウが取れるらしい。よく知ってんな。調べてきたんだ。赴任先だからな。すみません。あ？騎士団の駐屯地はどこでしょう？おう、この先の道をずっとまっすぐ行って左に曲がったとこだ。ありがとうございました。おう、待ちな。はい。着いたばかりだろ。少し休んでったらどうだ。腹も減ってるだろう。なんかうまいもんあんの？おう、ここは野菜も果物も帝都より新鮮で味も濃い。ワインもうまいんだろ？おう、よく知ってんな。すまんが、こっちのも馬車に乗せてくれるか？いいぜ。ん？手伝ってやるよ。おっさん一人じゃ大変だろ。そうか、すまんな。僕も手伝います。お？ユーリは荷台に乗ってワインケース受け取ってくれ。ほら運ぶぞ。えらそうに。早くタイに到着しないといけないんだからな。えいえい。これで全部ですね。ありがとう、すまなかったね。これくらい平気だよ。冷たい飲み物でも用意するから飲んでいってくれ。おお。いえ結構です。あ？せっかくだからごちそうになったらどうだ。これからタイに向かいますので。行くぞユリ。あ、わかったよ。そうか、じゃあまたな。おんじゃ。フレンシーフォト、ユーリ・ローウェルだな。シゾンタニアにようこそ。私はユルギス。この隊の副隊長を務めている。はい。よろしくお願いします。副隊長って隊長は？後で紹介する。疲れたろう。まずは宿舎に。お、来たか、新人。フレンシーフォです。よろしくお願いします。俺はエルビンだ。おお、じゃあそっちがユーリってやつか。そうですけど。噂通りだな。噂？おおよそ騎士らしくない奴が来るって聞いてたが。誰がそんなことを。ユーリ、よせ。ま、面倒は起こさないでくれよ。起こさねえよ。なんだその口の利き方。エルビン、お前もよせ。最初が肝心なんですよ。新人のうちにいろんなことを叩き込んどかないと。あんたみたいな余計な口聞くやつになっちまうからな。お前ユーリやめろ。エルビン、新人が到着したって聞いたんだけど。許せんこいつ。先に喧嘩売ったのはそっちだろうが。ユーリ話せよ。二人とも落ち着け。何？どうしたの？どうした隊長。隊長？何やってんだ。あ、さっきのおっさん。だから隊長だってば。よ、さっきはありがとな。え、あなたが隊長？
失礼しました。隊長とは存じ上げなかったもので、この度新しく配属になりました。フレンと有利だな。なんだよ、隊長なら隊長って言ってくれよ。お前エルヴィン、初日なんだから多めに見てやれ。隊長はそうおっしゃるんでしたら。生きのいいのが来るとは聞いていたが。なるほどな。なんでそんなに噂になってんだよ。いや、試験官の一人が俺の同期でな。あ、もしかしてモリス教官？そうだ。じゃあよろしく言っといて。何気安く言ってんの、教官よ教官。しかも隊長にもタメ口聞いて。ヒスカ、シャスティル、二人を宿舎に案内してやってくれ。はい。お前らの指導係だ。私はヒスカアイヒープ、シャスティルアイヒープ。よろしくお願いします。お前ら双子か？見分けつかねえ。まずは言葉遣いから教えないとダメみたいね。ほら行くわよ。へい。はいでしょ、はい。はいはい。一度でいいの。あー、こんなことから指導しなくちゃいけないわけ？先が思いやられるわね。すみません。ここよ。荷物整理したら厩舎に来てね。なんで？はいって言えばいいの、先輩の命令なんだから。はいはい。だからはいは一度でいいの。はい。伸ばさない。ヒスカも向きにならない。だってじゃあ後でね。はぁ、めんどくせえな。口の聞き方から指図されんのかよ。当然だ。やれやれ。ああ、俺こんなところでやってけんのかな。だから試験の時に言っただろう、君には無理だと。だって受かっちまったんだもん。はあ、まさか有利と同じ部隊に配属されるとは。しかも部屋まで同じで。それはこっちのセリフだ。いつまでも寝っ転がってないで、さっさと荷物を整理しろ。うるせえな。じゃあ先に行く。あ、お前もう片付けたの？ああ。はい。いいか、行動は迅速にしてくれ。こっちが迷惑する。迷惑なのは俺だよ。これから四六時中お前に小言言われんだからな。言わせてるのは君だってことを自覚してほしいね。で、何すんだ？だから先輩にいちいち質問しない。絶対服従ってことか？そう、うん、あのね、ユーリ、頼むから口の聞き方ぐらいちゃんとしてくれ。話がいつまで経っても前に進まない。私たち初めて新入団員を指導するの。至らないところもあるかもしれないけど、よろしくね。分かったよ。で、先輩、ピカピカの新入団員の僕たちは一体何をすればいいんですかね。厩舎の掃除、馬の世話、それが終わったら今度は武器庫で武器の手入れ。それ全部俺たちがやんの？そう。わかりました。じゃあお願いね。私たち中庭で訓練してるから、何かあったら呼んで。はい。マジかよ。ぼーっと突っ立ってないで作業を始めるぞ。これで剣の手入れは終了と。もう日が暮れちまったぞ、腹減った。まだ甲冑の手入れが残ってる。やってらんねえよ。ユーリ、いいじゃねえか明日で。そうはいかないだろう。もうクタクタなんだよ。だからこんなことで文句言うなら、騎士団に入らなければよかったんだ。入ったなら覚悟を決めろ。覚悟？中途半端なんだよ君は。うるせえ。おい、どこ行くんだユーリ、ユーリ。犬？まだちっけえな。どうした、迷子になったのか？
よせ、顔舐めんな。ここが食堂か。なんだよ、みんなもう夕飯かよ。ユーリ、ちょっと何やってんの。あ、ヒスカ、こいつの餌ある？なんでラピード連れてくんの。あ、こいつラピードっていうの。そう。あんたの犬？なわけないでしょ、軍用犬よ。この間生まれたばっかりだけど。へえ。なんかうろうろしてたからさ。ラピードの小屋なら厩舎の裏手だから、そこにご飯も置いてあるわ。お父さんもいるし。お父さん？ランバートっていうの。優秀な軍用犬よ。わかった、サンキュー。ちょっと待ちなさい、仕事はみんな終わったの？いいよ。え？フレンは？まだ武器庫じゃねえかな。フレンに仕事押し付けて何あんたサボってんのよ。押し付けてねえよ。シャステル行こう。うんうん。どこ行くんだよ。武器庫よ、あんたも来なさい。俺も飯食いたいんだけど。仕事が終わるまでお預けに決まってんでしょ。これで終わりね。すみません、手伝っていただいて。いいのよ。ああ、飯飯。お前も腹減ったよな。じゃあユーリはラピートにご飯あげてきて、ついでに小屋の掃除もね。え？あんたサボってたんでしょ。じゃあフレンは本日の業務終了よ。行きましょ。食堂に案内するね。お先にユーリ。なんだよ。うまいか？俺はお預け食らっちまったよ。俺はお前と同じか。なんだ、お前が餌やってくれてたのか。ああ。珍しいな、ラピードが人に懐くなんて。え？母犬はこいつを産んだ後、しばらくして死んでな。こいつ死んだ母親からなかなか離れなくて、無理に引き離したら誰見ても吠えるようになっちまったんだが。へえ。お前が面倒を見てくれると助かるんだがな。え？ラピードの世話係頼んだぞ。俺が？あ、だから寄せって。あ、もう懐くな。ユーリ、そっちの藁持ってきてくれ。はいよ。毎日毎日馬の世話に武器の手入れ、整列だの行進だのの練習に剣と弓と乗馬の稽古。だから文句を言うなら。こんなんでいいのかって思っただけだよ。もっとこの町の人のためになるようなことをするとか。何かあった時のために準備するのも騎士団の務めだ。お前は立派な軍用犬だな。何？また来た、こいつ。世話係なんだろ。ハンクス爺さんが知ったら大笑いすんな。この俺が犬の世話してんなんて。こんなことがずっと続くのかよ。新人隊員のうちはな。新人っていつまで新人なんだよ。それは僕にもわからない。もう耐えられねえよ、俺には。このままここにいるなんて。なんだよ、餌ならさっきやったろ。遊んでほしいんじゃないのか。ラピードはお前のこと自分の召使い兼遊び相手と思ってるみたいだからな。邪魔くせえな。ユーリ、フレン、隊長が呼んでる。ラピード、離せよ。おい、靴噛むんじゃねえって。ああ、ユーリ・ローウェル、フレン・シーフォ、参りました。ああ、入っていいぞ。失礼します。
うん。ん？ユーリ、どうしたその制服？ラピードに食いちぎられたんだよ。ちゃんと相手をしてくれてんだな。そんなんじゃねえよ。ユーリ、隊長にそんな口の利き方。俺は構わんよ。で、お前たち、明日は非番だったな。はい。ちょっと、頼みたいことがあるんだが。何でしょう？引っ越し、手伝ってくんねえか。引っ越し？うん。隊長の？いや、この町の親子のな。ちょっと人手が足りないんで、非番とこ悪いが、手伝ってくれないか。構いませんが。俺もいいぜ。すまんな。飯くらいはおごる。少しね。この町出てくるのか。あ、ユーリ！なんだよ。シャワー室から出るときはちゃんと体を拭いてからにしてくれ。あ？床が濡れるだろう。ったく細けえな。君が大雑把すぎるんだ。わかったよ。拭きゃいいんだろう。それから僕のタオルを勝手に使うのもやめてくれ。ちょっと借りただけじゃんか。俺のタオルみんな使ってて。それは君がちゃんと洗濯をしないからだろう。まったく毎日毎日こんなこと言う僕の身にもなってくれ。俺だって毎日毎日我慢してんだよ。決めた。やめる。やめる？こんなとこやめてやろう。本気か？ああ。わかった。だったら止めない。まあそう。じゃあまず。はい、コーヒー入れてきたわよ。すみません。で、何話って？こんな夜中に食堂に呼び出すなんて。はい。まず、指導係に報告すべきだと思いまして。ユリ。何？なんかやったの？あんた。やってねえよ。じゃあ何？俺、騎士団辞めっから。は？他に言い方があるだろう。あ？短い間ですがお世話になりましたとか。ちょっと待ってよ。本気なの？そりゃ有利に騎士団は向いてないと思うけど。僕も常々そう思っています。うるせえ！落ち着いて。もうしばらく考えてみたら？そうよ。入ってすぐ辞めるなんて。いくらなんでも忍耐力なさすぎでしょ？ないんです、忍耐力。お前が言うな！あっさり辞められたんじゃ、私らも何やってたんだって言われちゃうわよ。ユーリだって、地元に帰って知り合いに会わせる顔ないでしょ？ん？フレンも何とか言ってよ。僕は、辞めるなら、何か問題を起こす前の方がいいと思ってるんで。それもそうね。俺が何の問題を起こすってんだよ！確かにフレンの言うことも一理あるけど、他にやりたいことがあるの？それは、その。とにかく、せめてあと一週間考えてから決めなさい。一週間もかよ。じゃあ三日。わかったよ。明日は隊長に引っ越しの手伝い頼まれてるし、あと一日だけ考えるわ。悪いな、非番の日に。いえ、特にすることもないですから。構わねえよ。だ、ユーリ。だから大将にそんな口の利き方。構わねえよ。ですが、タイの規範が。何かあった時に、迅速に、正確に行動できればいいだろう。そうかもしれませんけど。引っ越しって、どこに引っ越すんだよ。テートだ。俺たち、テートまで行くの？いや、途中までだ。しばらくしたとこで迎えが来る。途中の山道は時折山賊が出るらしく。まあ、女子供の引っ越しなんで護衛があった方がいいと思ってな。おう、この家だ。ナイレン・フェドロックだ。おはよう。
わざわざありがとうございます。荷造りは終わったか？はい。こいつらはフレンとユーリ手伝いに連れてきた。フレンシーフォです。じゃーす。すみません、よろしくお願いします。じゃあフレン、ユーリ、中の荷物を馬車に積み込むぞ。お兄ちゃんたちも騎士さんなんだ。ああ、今のところな。お父さんもだよ。へえ。やめちゃったけどね。やめた？はい、デートに主人の父がいたんですが、先日亡くなりまして、主人は騎士団を辞めてその商売の後を継ぐことになったんです。テートって行ったことある？ああ、俺はテートからこっちに来たんだ。そんなとこ怖い？私はシゾンタニアから出たことがなくて、ここは穏やかでとても住みやすかったんですが。慣れりゃどこでも都なんじゃないのか？だといいんですけど。ユーリ、喋ってばかりいないで荷物運べ。あったよ。俺もこのままテートに帰っちまおうかな。ユーリ、フレン、おらおら、命が惜しかったら荷物置いてとっとと行きな。本当に出た。何人いる？ざっと10人ってとこかな。3人でこの人数。お母さん、コニー、上位大丈夫だ、馬車から降りるな。早くしろ。お前たちか、この辺りをうろついている山賊ってのは。うるせえ。騎士さんたちをおとなしく行っちまいな。こんなとこで俺ら相手に戦っても給料良くなるわけでも褒美もらえるわけでもねえだろ。おめえらこそとっとと行っちまえ。怪我したくなげな。はあ、息のいい兄ちゃんだな。あっ、こいつめ。お前らも早く行け。こんなところで命を落としたくないだろう。おい、行くぞ。待て。放っておけ。お前、いいのかよ、逃がして。ああ、追わなくていい。ですが、子供たちがいるんだ。その前で血を流すこともないだろう。でも、このまま放っておけばまた同じことを。あったよ。もう泣くな、大丈夫だからさ。上位は兄ちゃんなんだろ。しっかりしろ。ほら、コニー、もう泣くな。あの、お怪我はないですか？平気だよ。さあ、行くぞ。わかりました。隊長。ああ、お父さん、お父さん。ああ、カマニ、病院。お父さん、今ね、大変だったんだよ。怖かった。まさか山賊が出たんですか？でも騎士さんたちが追い払ってくれたの。ああ、それはすみませんでした。いや、この二人が頑張ってくれたな。ああ、新しく配属されたっていうフレンとユーリだ。そうですか、わざわざありがとう。いえ、お安い御用だよ。もうここまでで大丈夫です。何人か連れてきましたから。おう、本当にありがとうございました。シゾンタニアでもいろいろとお世話になりました。元気でな。この子たちが生まれた時も本当に隊長さんには。さあ、そろそろ行かないと。ほら、
お前たちも。お世話になりました。なりました。ああ、気をつけたな。はい。よかったな、最初に配属されたのが内連隊長の部隊で。君たちは運がいい。そうなの？君たちも気をつけて、内連隊を頼むな。はい。急がないと日が暮れるぞ。はい。では失礼いたします。もう騎士団じゃないんだ、そんなに改まらなくていいぞ。いえ、私の中ではずっと隊長は隊長です。隊長、お元気で。俺たちも戻るか。あの人ずいぶん隊長のこと慕ってんだな。え？なんで？俺に聞くのか。だってわかんねえんだもん。じゃあもうしばらくタイにいて、いろんなことが分かってから辞めたらどうだ。え？せっかくシゾンタニアまで来たんだ、ここでもっといろんな人と知り合っていろんなことを考えるといい。いろんなこと？ここはダメだ、これはダメだ、こいつはダメだ、そう決めつける前にな。上がったよ。もう少しいてやっか。え、このまま帝都に帰っても仕方ないしな。やめないのか。なんだよ、嫌そうな顔して。さあ行くぞ。有名者は何がいい？麻婆カレー。うん、それならうまいやつ出す店がある。マジ？何杯食ってもいいぞ。やったもう食えねえ。決めつける前に考えろか。確かにそうだな。何ごちゃごちゃ言ってんだよ。俺は寝るぜ。そうだな。って、制服のまま寝るな。いいじゃん、明日も着るんだし。着替えろ。腹いっぱいで動けねえんだよ。シャワーも浴びてないだろ。いちいちうるせえな。だから君が言わせてるんだ。おやすみ。先が思いやられる。これで下ごしらえは終わった。あ、フレン。お疲れ様です。フレンも今日の食事当番なんだ。はい、僕がメインの料理を担当しますのでよろしくお願いします。初めての当番だよね。大丈夫？わかんないこととかない？大丈夫です、レシピは用意されてますし。あ、この野菜フレンが切ったの？はい。あ、上手だね。さすがフレン、料理得意そうだもんね。僕なりに頑張ってみます。楽しみ。腹減った、飯飯。あ、ユーリ、お疲れ様。今日の夕飯何？クリームシチュー。お、うまそう。フレンが作ってるわよ。え、今日フレンも食事当番なのか？それがどうかした？食べない方がいいぜ。どうして？あいつが作ったもんだぞ、食えるわけないだろう。いくらフレンと反りが合わないからって何よその態度。わかった、
フレンが作った美味しい料理食べるのが腹立つんでしょ。いや、そういうことじゃなくて。食べないとお腹すくわよ。とにかく、ほら食わねえから。あっそ、好きにしなさい。今日の晩飯は何かな？メインはフレンが作ったのよ。おお、それは期待できそうだな。ですよね。いただきます。さあ食べよ食べよ。サラダとパンだけにしといたら。何言ってんの、美味しそうじゃない。何これ。どうした、絶句するほどうまいのか。副隊長まで言葉を失うほどうまいのか。どれどれ。どうですか、お味は。フレン。はい。もういいご、絶対に食事当番禁止。だから言ったのに。ラピード、どうしたの。なんか元気ないよね。犬舎の掃除終わりました。あ、フレン、ユーリ。何やってんだよ。ラピードが具合悪そうなの。本当だ。どうしよう、お医者さんに見せた方がいいかな。とりあえず朝まで様子を見たらどうです。そうね、私たちもうすぐ巡回なんだけど、あんたたち見てて。え？わかりました。じゃあお願いね。行ってきまーす。よしよし、大丈夫か。大したことないだろう。でも心配だよ。あ、そういや今朝犬の餌当番お前だったよな。餌になんか変なもん混ぜなかった。まさか特製のクリームシチューか何か。してないよ。そうか。ユーリこそ何かしてないだろうな。時々まとわりついてくるラピード邪険に扱ってるだろう。何にもしてねえよ。じゃあ一体どうしたんだろう。心配だな。あ、俺毛布持ってくるわ。頼む。あったかいだろう。よしよし、仕方ねえな、今夜はここで寝るか。そうだな、ラピードを挟んで。仲良し親子かよ。仕方ないだろう。やれやれ。水を汲んでくるよ。喉乾いてるみたいだし。ほらラピード、水だぞ。すごい勢いで飲んだな。ラピード、どうした。何か吐き出した。ああ、これ俺の制服のボタン。落としたと思ったらこんなとこに。これを飲み込んでたのか。よかった。元気になったな。まったく。あれ、なんか、ゾクゾクすんな。え？ちょっと、熱っぽいような。まさか、今度は君の看病か？この後しばらくして
俺はフレンと別の道を歩むことになる。その先に何があるかわからないまま、今度こそ自分の道を自分の足で歩くために。道は交わり、道は分かれていく。でもまたいつか出会うこともあるかもしれない。見つからないね。パティ、本当にここで間違いないの？もちろんじゃ。この下に必ずお宝が眠っておるのじゃ。多分。そう言ってかれこれもう3時間も同じ場所で波に揺られてんじゃない。おっさん、寝んな。なになに、お宝は見っかった？だったらよかったんだけどね。ラピードがだいぶふらついてます。目印もなしじゃ、こんなものかしらね。じゃあまあ、そろそろ切り上げて出直すと。魔物です。あら怖い。いい加減退屈してたとこだ。行くぞ。悪祭神。みんな無事か？はい、なんとか。いい運動になったけど意外と手こずったわね。船の中まで侵入されたのはちと予想外だったね。結構な数がいたからな。リタ、パティ、大丈夫か？大丈夫じゃないわよ。ったく参ったわね。のじゃあ、どうかしたのか？今の騒ぎでセロスブラスティアがダメージを受けたわ。直せそうか？傷ついたのはコンテナ部分だけだと思うけど、念のためフォアも一緒に取り外して調べてみるわ。うん、頼む。大丈夫？すぐ直してあげるからね。すんなり直るといいがの。ねえ、バウル呼んだ方が早くない？そう慌てることもねえだろう。それにリタのやつがあんだけ張り切ってるのに横槍入れられるか？確かに。そうそう、天才魔導士のことだからちゃっちゃと何とかしてくれるって。潮風が気持ちいいわね。うんうん、こうして波の音に耳を傾けるのもまた船旅の醍醐味なのじゃ。船旅っていうか、どっちかというと遭難なんじゃ。でもここのところずっと大変なこと続きで、落ち着いて景色を眺める暇もありませんでしたから。ああ、たまにはこうしてのんびりするのも悪くないもんだな。リタ、どうです、治りました？ああ、それが思ったよりひどくてちょっと時間がかかりそうなの。そっか、じゃあやっぱりバウルを呼ぶ。だからしばらくこもって作業するから絶対に邪魔しないでよ。したらひどいからね。へいへい。だほうか。諦めろよカロル。まあここはリタッチの顔を立ててあげようじゃないの。バウルを呼ぶのはそれからでもいいっしょ。あー、よく寝たわ。で、セロスブラスティアは治ったの？おっさん、よく板の上で眠れるな。まだだよ。一向にリタが出てくる気配はね。リタには悪いけど、そろそろバウルを呼んだ方がいいかもしれないわね。そうだよ、僕らこんなところでのんびりしてる場合じゃないでしょう。まあ一応世界の危機も迫っておるしの。うん、宝探ししようって言い出したのパティちゃんじゃなかったっけ？ああ、あら、
どうしたんです、ジュディス。バウルの角が見当たらないわ。あれがないとバウルが呼べないのだけれど。どうするのさ。大丈夫、またバウルにもらうわ。なんだよかった。そうじゃなくて、バウル呼べないんじゃ僕らずっとこのままじゃんか。セロスブラスティアが動かないことにはどうしようもないのじゃ。それともオールで漕いで港まで行くか。この大きさの船を一人で漕げるわけないでしょうが。へえ、しゃあない。腹をくくってリタッチを待つしかないか。はい、リタならきっとやってくれます。余裕のある人って素敵よ。そう、俺様素敵？素敵すぎ？どうした？そんなに慌てて。大変だったら大変なの。とにかく大変が大変で大変なんだってば。落ち着けって。何がどうしたんだ。さっきの魔物に食糧庫をやられてたんだよ。大変です。何、多少食料がなくなってもここは大いなる海の上じゃ。食料ならうちがいくらでも釣り上げてやるぞ。おっさんも海鳥くらいなら矢で取れるわよ。問題なさそうね。あ、そうなんです、よかった。そうじゃないんだ、やられたのは水なんだ。なんだって。ユーリ、ラピードの方の話聞いてるみたいですけど。んなわけないだろう。で、あとどのくらい残ってるんだ、水は。これだけなんだけど。少ないですね。港までの距離を考えるとギリギリじゃの。それも修理が早く終わったとしてね。どうしよう、どうしよう、どうしよう。落ち着きなよ少年。とりあえずリタッチが修理にどれくらいかかるか次第でしょ。だな。じゃあ僕ちょっと聞いてくる。あ、おい、リタ、あとどれくらいで。邪魔すんなって言ったでしょ。ファイアーボール。ごめん、まだかかりそうだよ。あ、ご苦労さん。でも困ったわね。幸い食料の中に水分が多い果物も残ってますし、リタの修理が終わるまで待ってみてはどうでしょう。うん、本来なら帆を張って風を使って進めばよいのじゃが、こうもないでいてはそれもできないのじゃ。ないものをねだっても仕方ねえさ。っていうかパティちゃん、さっきオールで焦げとか言ってなかった？今はリタネーを信じて待つのじゃ。スルーかよ。やれやれ、海のど真ん中で立ち往生とはね。ねえ、これで治らなかったら僕たちどうなっちゃうの。カラッカラの日干しじゃの。煮干しに似とるが、出汁は取れそうにないの。日干し。今日で丸2日か。はい、さすがに疲れてきました。水をくれ。水をくれ。水をくれ。いっぱい水があるよ。本当だ、よく見つけたぞ少年。これなら飲み放題だ。よし、僕飛び込んでたらふく飲んじゃうもんね。あった、おっさんだって負けてらんないわ。それ落ち着けよ。そうじゃ、海の水をたらふく飲めば死んでしまうのじゃ。誰が決めたのそんなこと。そうだそうだ、海水を飲めば塩も一緒に飲み込んでしまう。飲み込んだ塩を体の外に出そうとするから余計に水分を消耗するのじゃ。じゃあどうすればいいのよ。こういう時は極力水分と体力の消耗を抑えるため日陰でおとなしくしているのじゃ。ジュディネのようにな。
さすがジェディーね。このような非常事態でも冷静に適切な行動をしているのじゃ。お前らもチッター見習えよ。あ、エステル、リータの様子は？それが思いのほか苦戦しているみたいで、食事を置いてきましたけど、私に気づいてすらいませんでした。そっか、こりゃ何とかしないとまずいな。風さえあればこう晴れるんじゃがの。風ね。風ですか。風。ああ、うわ、おっさん、どうしたんだ。ついに限界か。風といえばこのレイヴン様のお家芸じゃないのよ。ああ、なるほど。おっさん、風属性の魔術使えたもんな。ひょっとして船を動かせるんです？そういうこと。さあパティちゃん、頬を張ってちょうだい。うん、総員配置につけ。了解。準備万端、よーそろーなのじゃ。おっさん、頼むぜ。任せたよ、ヘイブン。頑張ってくださいね。任せてちょうだい。行くわよ。強すぎる風ではマストを痛める。まずは頬を晴らす程度の優しい風を頼むぞ。オッケー、弱めね。弱め。風よ起これ、さっと吹いてさっと切れ。あ、切れ。ミノケット。うわー、頬がビリビリに。うわー、俺様としたことが。何をやっておるのじゃ。カットしてどうするのじゃ。だって一番弱い風の魔術はこれだし。少しは考えなよ、レイブのバカ。アホ、ろくでなし。サメの餌にするのじゃ。ちょ、落ち着いて。話そう。どうすんだよこれ。楽しそうね。楽しくないのじゃ。もうこれもから、最後のライフボトルも飲み切っちまったな。はい、もうポイズンボトルもパラライズボトルもストーンボトルもシールボトルもウィークボトルもマインドボトルもキュアボトルもパナシアボトルもありません。ダークボトルは残ってるけど、これって魔物が寄ってくるのよね。グミを噛んで渇きをしのぐのも限界じゃ。風か雨、もしくはリタネが来ないことには、ここでみんな仲良く干物になってしまうのじゃ。ユーリー、僕ノードポリカに着いたら何に伝えたいことがあるんだ。ずっと言えなかったけど、今ならすごく素直になれそうだから。おい、やめろ。ヨーテル、帝国の未来はお願いします。フレン、ヨーテルを支えてあげてくださいね。でもよかった、こんなに綺麗な空と海の狭間で最後の時を迎えられるなんて。ユーリー、あなたに会えてよかった。だからやめろって。全国3000万人のおっさんファンのみんな、ごめんね。でも悲しまないでいいよ。おっさんは風になるんだ。そう、この世界を巡る一陣の風になって君たちに会いに行くから、絶対に。黙れよ。ユーリー、一緒に旅できて楽しかったのじゃ。うちは世界一幸せな女の子なのじゃ。いい加減にしろ。ったく、死ぬ覚悟があるんだったら死ぬ気で生きてみやがれ。ほらよ、
これってオール？補修用の資材を使って作ったんだよ。尾が使えないなら漕ぐしかねえだろ。え？港までどれだけあると？着く前に絶対死ぬわよ。何もしなくても死ぬだろうが。だったら最後まであがこうぜ。でも何も港までたどり着けなくともよい。水が補給できる陸地まで行けばよいのじゃからな。陸に上がれればバウルを探しに行くこともできるわね。パティ、方角はわかるか？うむ、任せるのじゃ。頼んだぜ。みんな行くぞ。終わった終わった。思ったよりも時間がかかったわね。みんな、セロスブラスティア治ったわよ。お待たせ。どうしたのみんな、ウォールなんか持って。よし、みんな配置につけ。急いでノードポリカへ行かないとね。ああ、これでやっと帰れるわ。私もふかふかのベッドが恋しいです。ふふ。よーそろーん、なのじゃ。何よみんな。まあいいわ。それじゃあセロスブラスティアを動かすわよ。そういえばリタ。何？いくら集中していたとはいえ、よく何日も部屋にこもってられますね。そう？ああ、まあ研究に没頭すると一月とか平気でこもるし。え？その間食事とかはどうしてるんです？部屋に運んでおきましたけど、あんまり手をつけてなかったみたいですし。集中しちゃうとどうもね。でもほら、人間って水だけでも一週間くらいは平気だし。でも水だってリタはあんまり。あ？ああ、水ならほら、最小の威力でシャンパーン。え？便利でしょ。ジューディス、聞いてよリタったら。何持ってんのそれ？バウルの角、正室のベッドに置き忘れてたみたい。よかったわ、見つかって。なんじゃそりゃ。みんな何をそんなに怒ってるのよ。さあ、リタ、まだ寝ないんです？リタ、えっ、うわっ、なに、エステル、何いきなり人の目塞いでんのよ。ごめんなさい、いくら呼んでも返事がなかったから。本を読んでるときは集中してるから。で、何？そろそろお休みしませんか？お？ああ、いいわよ。私、もう少し読み進めたいから先に寝てて。じゃあ、そうさせてもらうわね。ちょっと！何明かり消してんのよ！あら、だって明るいと眠りが浅くなるもの。私がまだ本を読んでるって言ってるでしょうが！でも、もう遅いですよ。薄暗い部屋明かりで読んでると目にも悪いですし。読書ってのは、その気になった時に読まなきゃダメなの。そうじゃない時に読んだって頭に入ってこなくて時間の無駄。わかる？まあ、素敵な呪いね。呪いって、あんたね。でも、私も本は好きですから、少しわかる気がします。どこにいても、ページを開けば好きなところに行くことができる。こんな小さいものの中に、たくさんの世界が詰まっているなんて、ほんとすごいと思います。まあ、私のは学術書なんだけどね。でも、そういうこと。いい本というのは、未知への扉なのよ。開けるかどうかはその人次第だけど。本といえば、エステルは絵本作家を目指すのだったわね。はい。この旅が終わったら書いてみようと思っています。素敵な夢ね。二人とも、完成したら読んでくれます？え？喜んで。まあ。気が向いたらね。なんでそこで笑うのよ。いいえ、
別に。あ、なんかバカにされたような気がするわ。なんじゃまだ起きとるのか。みんな提灯あんこう並みに夜更かしが好きじゃの。うっさいわね。そういうあんたこそ今までどこに行ってたのよ。ユーリに寝る前のお休みのチューチューしようと思ったのじゃが見つからなくての。諦めて戻ってきたとこじゃ。あんたもよくやるわね。私にはあいつの何がいいんだかさっぱりわからないけど。あら、リタにも男性の好みがあるのかしら。何よ、急に。私聞いてみたいです。リタの男性の好み。今は、私じゃなくてパティの話でしょ。夜中にあまり大きな声を出すと、お隣に筒抜けよ。うちの話というか、ユーリの話だったんじゃがな。そうよ。あんたがあいつのどこが気に入ってるのかって話でしょ。うん。ならば聞かせて死んぜよ。よく聞くのじゃ。まず、なんといっても、ちょっとやそっとじゃ動じぬクールな性格。あれは、不愛想っていうのよ。黒で揃えたいでたちがまた。目が暗そうよね。風になびく長い髪。絶対切るのが面倒だからよね、あれは。リタ、それはあんまりです。ごめん。ずいぶん手厳しいのね。リタネにかかってはユーリもとんだ雑魚扱いじゃの。リタ、ユーリが嫌いなんです。そんなことは言ってないでしょ。ユーリでないならどんな人がいいのかしら。身近な人だと、例えばレイブンはどうです。ダメね。うん、ダメじゃな。ダメなんです。おっさん、生活力なさそうだもん。いっつもフラフラしてて働かなさそうだし。あら、でもあのおじさま、あれでも大ギルドの顔役よ。ひょっとしたら結構な財産溜め込んでるかもしれんの。どうだか。だいたい女癖悪いでしょ、あのおっさん。酒癖も悪そう。むむ、確かにそこはいただけんの。なんだ、風邪ひいたか。寝よ寝よ。リタは身持ちの硬い人がいいのね。だからそんなこと言ってないでしょ。私の話はいいっての。身持ちの硬いってどういうことです。真面目な人ってことかしら。じゃあフレンのことですね。リタ、フレンですよ。フレンですよって。あたしはいちいち堅苦しいのは苦手だし。硬い鱗みたいにずっと鎧着込んどるしの。気軽に抱きつくこともできないのじゃ。似ているようで異なる視点ね。フレンもダメですか。今のは一体？そうすると残るはカロルかしら。論外ね。カロルにはもう思い人がいますものね。関係ないっての。ガキンチョよ。ガ、キ、ン、チヨ。文字通り10年早いというやつやな。あら、彼まだまだ伸びるかもしれないわよ。そうですよ。それにあの年でギルドのボスなんてすごいことです。そりゃ、そこだけ聞けばそうだけどさ。ブリがいるのにわざわざハマチを釣ることはないのじゃ。ヘクシク。なになに。夢か。ラピードは。それはない。ていうか、なんで私がこんなこと言わなきゃいけないの？あんたはどうなのよ、エステル。え？あ、私ですか？私は、あら、真っ赤。かわいい。むむ！何？どうしたのよ？
強力なライバル心を感知したのじゃ。こうしては俺、先手を打ってプロポーズをして、一刻も早く、ラブラブな関係にならねば。ラブラブ。パティン、好きだ。愛してる。ジンベエザメとコバンザメのように、ずっと一緒にいた。ユーリ!ヤドカリイソギンチャクと、ソメンヤドカリのようにでもいい。俺のそばにいてくれ、パティン。うちもじゃ!うちも、ユーリが大好きなのじゃ!どういう会話なのよ、今のは!うちとユーリのラブラブトークじゃ。ずいぶん独創的ね。ユーリがそんなこと言うところを想像できません。なんと言われようと、うちは負けないのじゃ。恋は勢いあるのみ、カジキのように突撃あるのみなのじゃ。パーティー。ああ、また行っちゃいました。夜更かしさんね。放っておきなさいよ、もう。はあ、寝るわよ。私は本はいいんです。すっかり水刺されちゃったし、今日はもうやめ。はい。あれ?ユーリ。あら、宿の中にはいないのかと思っていたけど。ちょっと散歩してたんだよ。それよりなんか今、すげえ勢いでパーティーが飛び出してったけど、なんかあったのか?ユ